セミエビは、セミエビ科に分類されるエビの一種。イセエビと同様温暖な旋回に生息する大型のエビで、食用になる。地域によっては、モンパ、クツエビ、アカテゴザ、カブトエビとも呼称される。生態は、体長30センチメートルに達し、イセエビに匹敵する大型種である。体表は、外骨格が分厚く発達して、非常に硬く、背面すべてに、 下流状突起が密生し、その間に短毛が散在する。体色はほぼ全身が赤褐色で、汚染が高褐色をしている。半円形の第二触角が体の前面に二つ並び、その間から髭状の第一触角が第二触角よりも長く伸びる。東京港の上には首溝と息の溝があり、縦に UH と彫刻されたように見える。また、 腹部背面の中央がやや出っ張る。体付きはセミエビか特有の上から押しつぶされたような平たい体型だが、同じトガの内輪エビやゾウリエビなどに比べると厚みがあり、体の円にノコギリ状の歯がない点で区別できる。和苗もこの体型がセミに似ることに由来する。セミエビに似るが体長数センチメートル程度のヒメセミエビ類もおり、大きさの点では、 こちらの方がセミに近い。インド太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く分布し、日本では房総半島以南の太平洋岸で見られる。海洋に面した浅い海の岩礁やサンゴ礁に生息し、伊勢エビやゾウリエビなどと同所的に分布する。昼は岩陰に潜み、夜になると出歩いて、貝類や甲殻類などの小動物を捕食する。刺し網などによって、 伊勢エビと同様に漁獲されるが、宮崎県では市場に流通するほどの量はなく、漁獲地周辺での消費が主流である。見は美味で、ウチワエビやゾウリエビより、量も多い。刺身や塩茹でなどで食べられる。市場では 1kg あたり2万円の高値がつき、その多くは高級料亭に卸ろされる。セミエビ族シラライズは、全世界の熱帯、亜熱帯域に多くの種類がある。 日本にはセミエビの他にもう一種、コブセミエビエスハーニが分布する。セミエビよりも、わずかに大型で、第一触角が第二触角より短く、背中側の起伏がセミエビよりも高い。インド洋、太平洋に広く分布するが、島しょ部に多く大陸沿岸には分布しない。日本では、紀伊半島以南の沿岸域で見られる。ありがとうございます。